ドラゴンクエスト9、星空の守り人、実況者は DL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。さてではね、続きをやっていきたいと思います。これが多分封印されてたんだな。ビオマを封じていた壺、思った通りですね。割れちゃってますね。おう、割れ物を直すこともできるんだ。すげえな。あ、考古学者だからか、そういうことか。破片を集めてってそういうことね。なんか、おお、すげえ。ルフィンさん面白いな。じゃあね、サクッと倒していきましょうか。すげえとこに目があるな。ビオマって感じするね。うん、アッキーだな、アッキー。さあ勝負といきましょうか。物理攻撃効くのかな。ビオマパルデルムって書いてあったかな。命令させるようになってますね。じゃあ行きます。バーハ、あ、フバーハか。ザメハは眠りから覚めるだよね。じゃあとりあえず一旦スカラだな。トラジャが弱いからね。攻撃呪文に弱くする。とりあえずピオリムを一旦撃って攻撃かな。まあ上げなくても多分全員早いよね、ビオマよりはね。あ、いや、ミリアがそんなことないかな。スカラ、オッケー。やっぱもう一段階上げないとダメか。あー、通常攻撃が強いな。これはスカラ打った方がいいですね、ちゃんとね。まだ回復は大丈夫だろう。応援ミリア、呪文スカラ、プラス。トラジャが、なんだったっけ、ピオリム、攻撃。二段階上げて多分、ミリアも、ビオマよりは早くなると思うんだけどな。どうかな。ボミオス、あ、素早さ段階下げですね。いや、これは助かるだろう。あ、いいね。凍てつく波動より全然いいんですよね。凍てつく波動と同じようにああいう特殊技打ってきてくれた方が助かるんですよ。ボスのアクションが一回減るってことなんで、絶対そっちの方がいいんですよね。もうあとはこれはめれるんで、もし来てくれるならね。これ最大限まで貯めたらどうなんだろう。これ防御で溜まんのかな。ちょっと やってみようぜ。防御にもテンション使っちゃうんだっけ。どうなんだっけ。11 14。あ、大丈夫そうだね。おっと、応援は主人公しかできないから。ここでルカに発動して、でもう一丁防御かな。自分を回復して、効くねー、いいねー。20、多分50、100だよね。あ、ルカナあるのか、まずいか。もっちょ応援でしょ。トラジャオで、もう一段階ルカニで、さらに防御。なに、効かないパターンもあるのか。からミリアがこれで50。うわーうわー、眠らせてきたか。うわー、一番眠ってほしくなかったところが、あ、テンション戻っちゃった。鬼か。応援ミリア、ザミハ、
あ、全体なんだね。ありがてえ。呪文ルカに。あ、MP なくなったか。やばいな。MP なくなったのはまずいな。おはよう。せっかく貯めたのに。これはまずいな。かなり下がったか。これは全員攻撃で、このターンで大ダメージ与えるぞ。 1.2 倍 1.5 倍。ナイス。んで、大ダメージだ。そんなことなかったか。応援ミリア、攻撃は？今外れたよね。クソ。意味ねえじゃねえか。甘い気。まずい。やばい、ザミホ覚えてプラースが眠ってしまったじゃないか。そっか、テンションと連続攻撃は結びつかないんだな、多分。これ耐えられるか？結構難しい戦闘になってきたよね。素早さが戻るわ。守備力が下げられるわ。なかなか厄介な敵だな。ヒットポイントも結構高いですよね。一旦自分を回復だな。と、防御と攻撃で。やばいやばい、ミリアの素早さが下がりすぎてる。素早さじゃない、防御力が下がりすぎてる。プラース、はよ眠りから覚めてくれ。プラースがこのパーティーの要なんだ。まずいぞこれは。よし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 、これなんとかなるだろう。ちょっと一旦スクルト入れた方がいいよね。必殺チャージだって。なんだ、わかっ、あ、これか。うわー、ミディア、もう撃てないんだもんね、ピオリムがね。アクロバットスターになった。応援ミリア、プラースがベホイミで、ミリア回復、防御攻撃。まずい！また来た。あー、プラースが、あー、ミリアまで。これは辛い。どうしましょう。一気に苦しくなったな、これ。あー、かわしてくれ。ナイスナイス。みんな起きてくれ。戦闘にならねえぞこれじゃ。セーフ。あ、プラス起きたかも。ラッキーラッキー。よし、オッケー。応援ミリア、プラスがベホイミだ。いや、ホイミくらいで大丈夫か。やめてやめてくれ。オッケー。超苦戦してるね。強いね、この敵。4人いればなんとかなると思ってたけど、これは文字越えしてないぞ。頑張らないと。頼むぜ。防御。やっ
ぱトラジャが MP がなくなったのがでかいか。カウンターとかあるんだな。今のは完全無効化しましたね。応援からのアクロバットした。溶けた。溶けるとかあるのか。よし、ここで行こう。応援ミリア攻撃攻撃攻撃。ああ。1で終わった。いやー、でも倒せた。よかったよかった。強かったー。おー、よくやったルーフィンさん。俺も奥行きたいと思ってたんだよ。この下り階段が気になって気になって。いやー、よかったよかった。もう、あいつは嫌だな。封じといて正解だわ。おーい。王様いますね、ここにね。いずれ思い出させるのがミッションなのかな。どうなんだろうね。よしよし、じゃあまあとりあえず終わったということで。村に戻りますか。道具使う袋、キメラの翼、ベクセリア。お疲れ。ギリギリ勝てたって感じだったね。なかなかの心象だったね。かなり苦戦したような感じがします。まずは奥さんに報告かな。どうも。え？なんで？なぜエリザさんがやられてしまったのか。黒ギャルひでえな。そんな場合じゃねえっつうの。それよりなんでエリザさんが亡くなったのかの方が大事だろう。だって出ていくときは病魔なんて全然。なんかお礼もらうのも変な感じするよな。一体何なんだ？どういうことなんだ？まあとりあえず言われるがままに夜にして蝶々の話を聞こうではないか。にしてもだよな、どうした本当に。説明はよ。なんかすっきりしないやつだな。なんだなんだ。
これはなんかワンチャンあるな。生き返らせるな、ワンチャンあるぞ、多分。多分ルフィンのとこに行けばまだなんかさらにあるね、これは。いやでも生き返るはさすがにねえか。え？どうすればいいの？おお、結構強くなるね。でも魔力が上がる系なのであれば、ここはトラジャに。つけれないか？うわ、マジか。しょうがないね。おお、ベジータ。一応ベジータも魔法使えるからね。あ、おじいちゃんいる。お、ミリアさん。じゃあ、ミリアじゃねえや、エリザさん。なんでなんで？もちろん。意味がわからんぜ。死んでもすっごい元気だね。いい荒くれだな。毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。